フラスクはプログラミング言語 Python 用の軽量な Web アプリケーションフレームワークである。標準で提供する機能を最小限に保っているため、自身をマイクロフレームワークと呼んでいる。ベルクツイックはスギーツールキットと神社にテンプレートエンジンを元に作られている。BSD ライセンスで公開されている。フラスクは標準で提供する機能を最小限に保っているため、 自身をマイクロフレームワークと呼んでいる。フラスク自身は他のフレームワークがしばしば持っているようなデータベース抽象化レイヤやフォーム値の検証などの機能を持たない。これはどんなウェブアプリケーションにも適合する良い基盤を作るための設計判断だとしている。とはいえ、それらの機能をあたかもフラスクが元からサポートしているかのように追加できる、拡張性も備えている。 現段階において、オブジェクトリレーショナルマッパや、ホーム地の検証、ファイルのアップロード、ユーザーログイン、主事のオープンな認証技術をサポートする拡張などが、第三者によって提供されている。フラスクは、アーミン・ロナッカーによって開発された。彼は、エイプリルフールのジョークとして作ったのだけれど、有名になって、いつの間にか、本格的なアプリケーションになってしまったと述べている。 バージョン0.10で Python 3に対応した。フラスクは Python 愛好家の間で人気がある。2020年10月現在、GitHub 上の Python の Web 開発フレームワーク中で、ジャンゴよりわずかに少ない2番目に多いスターを獲得しており、ジェットブレインズの Python Developers Survey 2018, 2019, 2020では最も人気が高い Web フレームワークになった。 以下のサンプルコードは、ルートパスにアクセスすると、ハローワールドを表示するだけのアプリケーションである。from フ,フラスク、インポートフラスク、app=" フラスク」、app=" ルート」、def ハロー、リターンハローワールド、ifname="main",app="run」アップラン。ありがとうございます。